さあさあ、今回もプロ野球選手解説、始めていくよ。119回目の今回は、先発、リリーフで活躍するも、ある事件を起こし解雇となり、再びプロ野球に復帰した選手の解説になるよ。その選手とは、大洋、中日に在籍していた、中山博明選手だよ。それじゃあ早速、解説始めていくよ。中山博明、1967年11月4日生まれの54歳、高知県高知市出身の元プロ野球選手だよ。高知市立城北中学校を経て、高知市立高知商業高等学校へ進学。高校進学の際には、高知商工以外にも明徳義塾高校など、高知県内の高校野球強豪校から、進学の誘いを受けたが、自宅から通える、という理由で高知商工に進学。中山は1983年の入学直後からベンチ入りし、同年夏の甲子園では、控え投手としてメンバー入り。中山は桑田、清原を擁する PL 学園との準々決勝戦で、リリーフとして甲子園に初登板し、それ以降はプロ野球関係者から、土佐の会話と注目を集めたよ。同年秋にはエースとなったが、それ以降は故障が続き、2年生の1984年夏には、県大会初戦で高知高校に敗戦。2年生秋の県大会では、準々決勝で井の勝に敗れ、翌年の選抜出場を逃すよ。3年生となった1985年、甲子園では初戦の藤峰藤沢戦で、最速150キロの速球を投げるなどして9対2で勝利。続く第2回戦では、同じく四国勢の志度松陽に完封勝利。3回戦でも同じく四国勢の川之江と対戦し、延長11回裏に、サヨナラ勝ちを決めたよ。PL 学園との準々決勝では、再び桑田と投げ合い、5回裏の最初の打順で、この試合の目玉と注目された、4番の清原と対戦。しかし、左翼席上段に達する、特大ホームランを放たれたよ。さらに6番桑田にもホームランを放たれ、試合は3対6で敗退。1985年のドラフト会議では、清原、桑田と共に目玉選手として注目されていた一方、ドラフト会議前には、三菱重工三原への就職が内定していたよ。そして、当日に横浜大洋ホエールズから、単独1位指名を受け、指名後には、早く1軍に昇格して、阪神の中西さんと投げ合いたい、と述べたよ。入団1年目となる1986年の春季キャンプでは、当時のエースの遠藤と同室になり、その際に遠藤から直接、プロ野球選手としての心構えを教わっていたよ。同年は近藤監督の下で、本格派として期待され、1軍で18試合に登板して0勝3敗、防御率 5.11 の成績に終わるも、3セーブを挙げたよ。プロ入り2年目となる1987年は、古葉監督の下で33試合に登板して、5勝12敗、防御率 5.17 と大きく負け越し、同年6月27日には巨人戦で先発し、巨人打線を4被安打に抑え、プロ入り初完封勝利を記録。また10代の投手が巨人戦で完封勝利を記録したのは、当時20年ぶりのことだったよ。プロ入り3年目の1988年シーズンは、古葉監督の提案で抑えに転向。抑えに転向した当初は不安定な投球が続いたが、古葉は中山と心中する、と宣言。シーズンはリーグ最多の70試合に登板して、10勝6敗24セーブ、防御率 2.28 の成績を上げ、中日の角源氏や、ロッテの牛島に並んで、プロ野球を代表するストッパー、と謳われたよ。同年は救援投手ながら、規定投球回に到達する活躍を見せたほか、オールスターでは第2戦、第3戦と2戦連続で勝利投手となったよ。また、同年11月5日開幕の日米野球大会では、全日本メンバーに選出されたほか、11月19日に行われた、セリーグの第10回東西対抗戦では東軍に選出。プロ入り4年目となる1989年シーズンは、45試合に登板して1勝10敗17セーブ、防御率 4.1 と大乱調に終わったよ。須藤が監督に就任した5年目の1990年シーズンは、先発投手として復活。27試合に登板し8勝12敗、防御率 3.92 の成績を記録。同年4月7日の開幕戦では、開幕投手を務めたが、それから3週間にわたって2勝利。しかし4月28日の阪神戦で完投して、阪神打線をわずか4安打に抑え、同年初勝利を3年ぶりの完封勝利で飾ったよ。また、オールスターにも通算2度目の出場を果たしたよ。プロ入り6年目の、1991年シーズンも2年連続で開幕投手を務め、春先こそ好調だったが、6月8日の試合で6点リードを守れず降板。それ以降は成績が下降し、夏場は先発で6連敗するなどし、8月には2軍落ち。
同年は27試合に登板して8勝10敗、防御率 4.20 で、規定投球回数到達選手20人中では、リーグ最下位の成績だったよ。11月上旬には肩と腰などを痛めたことで、沖縄の秋季キャンプから離脱し、それ以降は横浜太陽ホエールズ総合練習場で練習していたよ。しかし1991年12月25日、神奈川県警捜査一課、金沢警察署は、同年年11月12日に発生した、強制わいせつ、公然わいせつの容疑で中山を逮捕。翌1992年1月4日までに、逮捕容疑の強制わいせつ罪について、中山と被害者との間で示談が成立したため、いずれも被害者側が告訴を取り下げ、公然わいせつ罪についても、すでに社会的制裁を受けており、本人も深く反省しているとして、起訴猶予処分とすることを決めたよ。そして NPB は1992年1月8日付で、中山を自由契約選手として公示。そして中山は、同年2月8日から、古巣の太陽の加盟スカウトと共に仏厳寺へ入り、約3週間にわたり修行。その後、一般社会で暮らすことを決意し、生活費を稼ぐため働くことを決断。寺で修行を終えてから就職先を探したが、当初は事件の影響により数社から断られ、太陽球団職員の紹介を受けて、元巨人投手の入谷が経営していた、横浜市内の運送会社に就職したよ。1993年3月以降は、現役復帰に向けた練習を開始。入谷から、少しキャッチボールなどをして体を作っておけ、とアドバイスを受け、昼休みに同僚とキャッチボールをしていたよ。また入谷が中心となり、横浜市内の財界人グループ、中山の母校の高知商工の OB らが、中山博明くんの復帰を願う市民の会を結成し、1993年1月7日から、中山の球界復帰を嘆願する、署名運動を開始。そして1993年3月には、約22万人の署名、嘆願書が解雇直後に声明で、NPB 全12球団に、中山との無期限契約回避を申し出ていた、川島セ・リーグ会長にて渡されたよ。この動きを受け、川島セ・リーグ会長は、1993年5月28日に、中山投手は更生の道を歩んでいると認め、声明に示した無期限契約回避措置を、早ければ同年6月中旬にも解除することを明らかにしたよ。川島は、中山の投手声明を考えれば、そろそろ復帰への道を開く時期だとして、私的顧問機関、セリーグ懇話会を開いたが、同年6月29日に開かれた懇話会は声明の解除に対し、現時点では時期尚早との結論を出したよ。その後、セリーグ懇話会は、1993年12月10日に改めて、川島の声明を撤回することを答申し、川島は、来週中にも本人と会った後、できるだけ早く解除したいとして、球界復帰を事実上認める発言をしたよ。そして1993年12月16日、川島は渋沢セリーグ事務局長、児童心理学専攻の大学教授と共に、横浜市内のホテルで中山と面接し、現在の心境、生活状態などを聞いた上で、中山の球界復帰を承認することを決定したよ。中山はこの際、川島に対し、起こしてしまった事件はとんでもないことだが、自分に情を注いでくださる人もいるので、それを支えに耐えていきたい。どんなことがあっても耐えられるつもり。野球以外に自分の夢はないので、野球人として更生させていただきたい、と話したそうだよ。声明解除が正式に通達されたことを受け、以前から中山に関心を示していた中日は、中山との契約に向けて動き出し、1993年12月27日には中山を打撃投手として採用したことを発表。同日午後、中山は中日球団編成部長と、横浜市内で面会し、新人のつもりでやり直したいと述べて、中日の提示条件を全面的に受け入れ、契約に合意したよ。球界復帰1年目となる1994年春は、2軍の打撃投手として、春季2軍キャンプに参加しつつ、実戦復帰を目指したよ。そして稲葉コーチらの指導を受けて選手契約を目指し、同年6月10日には契約金なし、年俸800万円、背番号125で選手契約を結び、同日付で支配下選手登録を受けたよ。これは中日球団が、練習態度が真面目で、そろそろチャンスを与えてもいいだろう、と判断したためで、中山は2年半ぶりに、現役選手として復帰。そして同日、中山は、被害者がいる以上、罪は消えないが、再び野球ができることに、感謝の気持ちでいっぱいだ、とコメントしたよ。一方で中山が正式採用された1994年6月以降、中日球団や親会社の中日新聞社には、抗議や無言電話が殺到。復帰第一戦の翌日は、球団事務所で厳戒態勢が取られたよ。
同年6月21日には、ウエスタンリーグの大英戦で先発し、1991年10月10日の阪神戦以来となる、現役復帰後初登板を果たしたよ。7月21日には、高木監督ら首脳陣立ち会いのもとで、名古屋球場にて昇格テストを受け、高木監督から、長いイニングは無理だが、試合の展開次第で投げさせ様子を見たい、と判断を受けたため、後半戦からの一軍合流が決定。翌22日、中山は現役復帰後初、太陽時代の1991年10月以来となる、33ヶ月ぶりの一軍選手登録を受け、同日付で背番号も67に変更されたよ。23日の巨人戦からベンチ入りし、翌24日の試合で先発の山本に代わり、中継ぎとして、1991年10月10日日以来の一軍登板を果たし、1イニング無失点に抑えたよ。同年は1軍6試合に登板して、0勝0敗0セーブ、防御率 5.79 を記録したが、同年10月8日に巨人との優勝決定戦、10.8 決戦では登板機会はなかったよ。1995年は、背番号を太陽時代と同じ19番に変更し、春季キャンプでは600球を投げ込むなど、トレーニングを積み重ねたよ。同年はチームが低迷する中で、中継ぎ、抑えとしてチーム最多の44試合に登板し、3勝6敗4セーブ、防御率 3.27 を記録。4月12日のヤクルト戦では、太陽時代の1989年8月11日の阪神戦以来、2070日ぶり、球界復帰後初となるセーブを挙げ、同年5月24日に、古巣の太陽の後身の横浜戦にて、現役復帰後初めて横浜スタジアムで登板。この試合では延長12回裏から登板したが、西満塁の場面で春から、サヨナラタイムリーを打たれ、敗戦投手となったよ。6月6日には広島戦で、8回に中継ぎで登板すると、9回に山崎の同点二塁打が飛び出し、延長10回までにイニングを投げ、延長12回には二村の決勝打で、チームが勝ち越し、中山は1991年9月29日の巨人戦以来、1346日ぶりとなる球界復帰後初勝利を飾ったよ。1996年の開幕当初は、入団した孫へのつなぎ役を務めていたが、千賀初登板から抑えに失敗し、その後も不安定な投球だったことから、その代役に抜擢。この年は36試合に登板して、4勝4敗14セーブ、防御率 2.88 を記録。また同年にはオールスターに選出され、太陽時代の1989年以来7年ぶりの代表選出を果たしたよ。1997年はチームが最下位に沈む中、リリーフのみでチーム最多の53試合に登板、同年は前年不調だった孫が、一転して守護神として活躍したため、自身のセーブはゼロに終わったが、セットアッパーとして1年を通じて活躍し、太陽時代最終年の1991年以来6年ぶり、球界復帰後では初となる、シーズン7勝を挙げたよ。1998年シーズンは、中継ぎエースとして期待されたが、同年は故障に加え、この年からリリーフに専念した落合、新人の台頭から登板機会は少なく、シーズンの大半を棒に振ってしまったよ。同年、チームは横浜とのリーグ優勝争いに敗れ2位に終わり、同年オフには FA を取得したが、こうしせず残留。1999年、中日はプロ野球タイ記録となる開幕11連勝を記録したが、中山はその11試合中4試合でリリーフとして登板。同年はリリーフのみで、31試合に登板して3勝1敗、防御率 3.16 を記録し、自身初、中日球団史上11年ぶり、5度目のセリーグ優勝に貢献。大英との日本シリーズでは、第3戦にて9回表に敗戦処理として登板。その後11月24日には、名古屋市内の病院に入院して、両膝半月板の手術を受けたよ。2000年は守護神の孫が引退したため、その後継者候補として期待されたが、両膝手術の影響により、前半戦を棒に振り、リリーフで25試合に登板したが、落合岩瀬らが台頭することにより登板機会が減少。2001年シーズンは、1軍で4試合のボルの成績に終わり、同年10月12日には小池、鈴木、永田と共に、球団から戦力外通告を受けたよ。同年12月2日に自由契約選手として公示され、同年限りで中日を退団。12球団合同トライアウトには計2回参加したが、獲得に手を挙げる NPB 球団はなかったため、台湾プロ野球、韓国の KBO リーグへの移籍を視野に、現役続行を目指したよ。合同トライアウト受験後の2001年12月、横浜を退団した小檜山と共に台湾の CPBL の、ワシンホエールズへ入団。背番号は日本球界時代と同じ19となったよ。
大洋時代の1991年以来となる先発投手に転向し、エース格投手として活躍。2002年は12勝10敗、翌2003年も13勝4敗と、2年続けて好成績を残したよ。また若手にアドバイスを送るなどしてチームに貢献していたが、同年限りで現役を引退したよ。2003年9月23日に帰国。現役引退後には、台湾で築いた人脈を通じて、実業家への転身を目指し、竹製品の輸入業を経営していたよ。さあ、今回はこの辺にしておくよ。編集してみての感想は、なかなかない経緯の選手でどうやって解説していけばいいか若干悩んだよ。この選手自身が犯してしまったことは許されることではないし、大体はプロ野球に復帰することは叶わない。それでも復帰を望む人たちや、手を差し伸べてくれる人たちのおかげで復帰することができた。まあ、現代だとネットなんかもあるから、復帰するのはとてもじゃないけどできないかもしれないね。ってなわけで、今回はここまで。それでは、ご視聴ありがとうございました。